にちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。協定直前なので今日は2本目の動画です。相変わらずですね、背景で、具合の悪い犬が、寂しがって泣いていますけれども、お聞き苦しいとは思いますがご容赦いただければなと思います。で、協定直前ということで、協定直前で緊張する声ということで、これをやっていただければなという私なりの、アイデアです。段取り8部という言葉がありますので、準備をしっかりしていっていただければもう8割方、ご自分の力を出せるということになるかと思うんですけれども、どうしても、当日は緊張してしまうと思います。ですので準備、持ち物ですとか、トイレを済ませておくですとか、弁当ですとか、そういった準備はしっかり整えておいていただいて、で、関東地方ですと雪等々の予報は出ていなさそうなので、交通機関も大丈夫だと思いますけれども、しっかり、余裕を持ってですね、試験会場へ向かっていただければなと思います。で、試験会場についてしまって持ち物がしっかりしていれば、段取り8部もう8割方はもう終わったよということで、あと2部のところで、ご自分の力をいかに発揮するかというところになってくるんですけれども、どうしても緊張しちゃうんだよねというお子さん、ぜひこれを試しにやってみてください。で、自分は緊張するんだということを受け入れてください。自分は緊張する性質なんだということを受け入れてしまえば、なんとかなると思います。で、逆に緊張しないように緊張しないようにというふうに自分に言い聞かせようとすると、余計に緊張してしまうので、自分は緊張する性質なんだということを受け入れて、じゃあ緊張して、どういうふうにテスト問題に向かっていくのかという意識でいていただいた方が、緊張はほぐれると思います。で、3秒でいいですから、遅れてスタートするつもりでこれをやってみてください。試験開始初めの、声がかかったら、その後にですね、3秒で結構ですので、目をつむって鼻から息を吸って口から吐いてください。で、目をつぶって耳を澄ますとですね、周りの音がしっかり聞こえてくると思います。で、教室中が慌てて、みんな慌てて、問題用紙をわさわさわさっと開く音が聞こえると思います。その音を聞いたら、みんな緊張してるんだな、慌ててるんだなというのがわかると思います。自分だけが緊張しているわけではありません。ぜひこれをやってみていただいて、これで緊張がほぐれるようでしたら、2時間目3時間目も、落ち着いて受験できるんじゃないのかなと思います。特に朝の一発目の、テストですね、これが一番、ドキドキハラハラで、試験会場で、受験することになると思いますので、ぜひもうこんな形でもですね、3秒で何点も変わることはありませんので、3秒1、2、3と勘定していただいて、耳から入ってくるみんなが慌てている音を聞いて自分だけじゃないというふうに思ってください。では健闘をお祈りしています。ぜひまた、いい報告が聞けるといいなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。